ダミエン・イングリスはフランスのプロバスケットボール選手。フランス領ギアナのカイエンヌ出身。ポジションはパワーフォワード。バスケットボール選手を目指すために15歳にフランスに渡ったイングリスはトニー・パーカーなどを輩出したフランス国立スポーツ研究センターに入所。スポーツ選手としての修行を積み、2013年にコラール・ロアンヌ・バスケットと契約。 1>, 1シーズンプレイした後に2014年の NBA ドラフトにエントリーを表明した。しかし、右足首を負傷してのエントリーだったこともあり、1巡目、指名を有望視されながらも結局は2巡目での指名に、アマンジ、31位でミルウォーキーバックスから指名された。その後もドラフト前にパリで手術を受けた右足首の状態は思わしくなく、2015年1月に再手術となり、 結局2014から15シーズンは全休。2015年の NBA サマーリーグで実戦復帰し、2015から16シーズン開幕戦のニューヨークニックス戦で念願の NBA デビューを果たした。2016年6月29日、バックスを解雇された。イングリスはケビン・セラフィンに次ぐ NBA 史上2人目のフランス領、ギアナ出身の選手である。 ちなみに2013年の NBA ドラフトでは、リビオジャンシャルルも28位で、サンアントニオスパーズから指名されている。ありがとうございます。